どうにかして。お、ん、彼は。なぜ二人が。キャベツがまだ残ってたよな。キャベツだけでは何もできませんね。やはり二人は師弟関係にあるのか。先生はそうおっしゃりたいのですね。そこまで言ってないんだけど。勉強になります先生。なんとチャランことは大違いじゃな。ベクシューインジェクト。ああ、お前が肉とか言うから肉食いたくなってきたじゃねえかよ。おっす。あ、大したもんじゃな。なんだよこのじいさん、急に黙って。行く。はい。時に埼玉君、君に死はいるのかね。何、流派がマイナーだからとて遠慮することはない。死も何もねえぞ。では一体どうやってその強さを手に入れたんだ。今度うちの道場に遊びに来てみんか。あ、興味を持つかもしれんぞ。いや大丈夫。これわしの道場の住所。明日は予定開けとく。明日な。先生。なぜこん。 あの手のじいさんはしつこいからな。あんな感じでやり過ごさねえと後々面倒なことになんだよ。だが油断は禁物じゃぞ。隙あり。先生。猫かと思ったらビニール袋だった。しかもせっかくの肉がトラックの下敷きになっちまった。はあ、そこの二人、食材にお困りかな。あ、奇遇だな。うちも焼肉のタレならあるぞ。道場はどこだ。分かったから早く肉くれよ。お前は一体何がしたいんだ。おい、だから肉はよ。勝負に勝ったら食わせてやるわい。ちチャランコ、読み手をやれ。はい。ぬ、はえ。これが武の神髄じゃよ。取ったぜ。なるほど。これは古くから我が道場に伝わる鍛錬法であり、組手競技の一種じゃ。叩いてかぶってじゃんけんポン。まず一本。まだまだ青いわ。変われジェロス。叩いてかぶってじゃんけんポン。くそ、もう一回だ。いいじゃろ。もう一回だ。こやつ。なんてパワーじゃ。ずりーぞ、避けるのありかよ。わしの負けじゃ。んじゃ次で決着つけようぜ。ん、肉はどうするつもりだ。最初からやるつもりじゃったよ。え、しかしどうじゃ二人。そう、これが武道の神髄じゃ。バング先生。あ、そう。もう逃げ場はないぞ。とどめ、行きます。待て。最後まで油断しちゃダメね。何のための吹雪組だと思ってるの。何よこれ、吹雪組のふの字もないじゃない。吹雪様、どちらへ。だよ、私たちのことが乗ってないなんて。あいつは確か。カニだ。ああ、俺だ。何？爆弾だと？奴はあらかじめその列車の運転席に細工し、終着駅で爆発させ市民の大量殺戮を目論んでいたらしい。この列車に爆弾が仕掛けられた。できる限り早く列車から。しまった。一体どうなってんのよ。早く降ろしてくれ。早く電車を止めるんだ。静かになさい。
今から私が一人ずつ降ろしてあげるから。私が探してみます。私も一応ヒーローなんです。 C 級ですが。あなたで最後ね。使用中なのにノックしても返事がないトイレがあって、それで。その前に止めてみせる。あなたには関係ないでしょ。ふん。すみません、先ほどは助けていただいてありがとうございました。別に、知ってたの私のこと。私も一応ヒーローなので。そうだったわね。それで今日気分転換に海を見ようと電車に飛び乗ったんです。でももう少しだけヒーローを続けてみようって、そう思ったんです。ダメも何も、そういうことはまず B 級に上がってから言うものじゃない。すみません、吹雪さん。吹雪組じゃ、みんな私のことをそう呼んでる。今のうちに慣れておきなさい。くせえの博士でした。やぶから棒に、なんじゃ。超能力です。買い物に失敗しました。超能力さえあれば。くせえな。あいついくら隙があったとはいえ、うん、おそらく犯人はこの中にいる。いい湯じゃの。なんで関係ねえお前らまでのんきに温泉使ってんだよ。僕は自分の町さえ守れればいいから。なんだだから。今回は仲良く行こうよ。ふん、私一人いれば十分だったんだから。今日はそのことについて話をする名目でみんなには集まってもらって。では乾杯。乾杯。あ、誰？一番誰なの？シャッスルーポーズ。うわー！疑ってんのか？そもそも俺たちはついさっきまでそこで飲んでたんだな。ああ、そこには俺とシッチもいた。シッチに聞いてみるといい。動機か。動機といえば、思い出したよプリズナー、うん、あんたがゾンビマンの横顔を怪しく見つめる姿。ああ、確かこいつには不死身だっていう噂があるってジェノスから聞いて。お前、彼はあんまり素性がよくわからないところもあるし、他の組織のスパイの可能性も。先生大丈夫です。裁判では俺が弁護します。やってねえって。そういや、第一発見者は誰なんだよ。疑わしいのはそいつだろう。そこの中井さんじゃから探せんはなかろう。キングさん、あなたがなぜ今まで黙っていたんですか。聞かれなかったからだ。昨夜は何をされていたんですか。個室についている浴槽に浸かった後、何も隠しているつもりはないんだが。その音、キングエンジンというか。ねえ、いつ疑わしいなら、あんたたち全員一旦私が拘束しちゃうわよ。拘束って何の話だ。その刀が宙を飛んできて俺を串刺しにしたんだ。どうやら酔っていたせいでそのまま寝てしまったようだな。ちょうどあんな感じで。え、何よ。知らないわよ。覚えてないって言ってるでしょ。そういやねえから。解散だ解散。朝風呂行くぞ。いやいや。あ、はい。これはやっぱり竜巻ちゃんの仕業だったのか。しかし一体なんでこんなことを。ゾンビマンの再生能力を知っていて遊んでいたのか。それにしても竜巻ちゃん、けどあいつなんでまたあんなことしたんだろうな。これもういい、あげる。
やっぱりお酒って苦手。いやしかし、いい湯だったな、ジェナス。はい、